皆さん、おはようございます。ティンダー脈は金太です。女一人で生きていけるっぽい話ですね。はい。社員によって全然違いますからね。どんな勤務かは、はい。まあ、まずはですね、計画を立てる年金は3階建ていろいろあってね、国民年金、厚生年金、最上級は年金払い、退職、給付制度いろいろ、要はね、年金定期便というものもございますからね、はい。女性にとってね、はい。男性もですけどね、はい。スマホアプリでも今でも続けられます。今の生活、未来が見えます。はい。一人暮らしだと保険料だけですが、ただ、子供がいる場合、教育費、水道、光熱費、食費、夫の小遣い、保険料、これ難しいね。やりくりが難しすぎます。はい。やはり赤字は本当にね、コストが難しいもんですね。定年後に働くのがおすすめです。やはり住宅ローンの明るいローンをいつかあります。リスクが取れるかどうかの運命の分かれ道です。はい。あとはまあ、働きたいという狂気の、はい。いろいろ。住まいも心配ですね、はい。いろいろ。銀行での、はい。あとは、サービス付き高齢者住宅もこれ、ありかもしれませんね、はい。これ、介護ですよね、はい。あとは、片付けもいろいろありますしね。やはり、介護が始まる前にいろいろ、介護の種類はまあ、これから紹介するとは思いますがね、はい。まあ、いろいろ他にも、体の変化に付き合うのが一番ですね、はい。あとはまあ、保険料の見直し、ケア、あとは、そうですね、資格、いろんなものを取ればいいんです。はい。あとは海外ツアーもありですね。はい。SNS の利用する際にもご注意ください。はい。趣味はあるかもしれませんが、ただ、危険があるので、あと防犯対策も大事です。以上です。バイバイ。